どうも、ボーロボと申します。今回は、鈴木宗男議員関連の動画です。ニュース記事は、スポニチから。本当の愛国者は、もっと資料深く、鈴木宗男氏、ゼレンスキー大統領の資産、責任は全て他人に押し付け。ロシア通で知られる日本維新の会の鈴木宗男参院議員、75、が4、5日に更新した自身のブログで、ウクライナのゼレンスキー大統領への資産を繰り広げた。ロシアは3日、モスクワのクレムリン、大統領府が、ウクライナの無人機に攻撃されたと発表し、ゼレンスキー大統領は完了して、同日に同大統領は、フィンランドやスウェーデン、デンマークなど、北欧5カ国の首脳とフィンランドで会談した。鈴木氏は4日のブログで、北欧5カ国の国力、軍事力は、いかほどのものだろうか、軍事支持を求めるより、停戦に向けての相談、話し合いを模索するのが、賢明と、思うのだが、とした上で、ゼレンスキー大統領からは、反抗、反撃、反転と勇ましい言葉が出ているが、本当の愛国者は、もっと資料深く、国民の命と国の将来を、考えると思うのだが、と綴った。また、5日のブログではロシアのウクライナ侵攻に関して、ウクライナ紛争でも一昨年10月23日に、ウクライナがロシア人が住む地域に自爆ドローンを飛ばし、昨年2月19日に核を戻せとも受け止められる、ブダペスト覚書の再協議をゼレンスキー氏は言い、ロシアの特別軍事作戦が開始された、ことの始まりは、自分の言動からだということをゼレンスキー大統領は、頭にないのか、と自身の見解を示した上で、なんとも他人事みたいな無責任な発言である。責任は全て他人に押し付け、自分は善人を装っても、それがどこまで続くか冷静に見ていきたい、と綴った。立憲側が、小西議員や有田芳生さんなどの、バタバタが原因なのか。このまま維新が野党第一党になるのでは？なんて声まで出る状態だったんですが。維新側は維新側で、橋本徹さんや鈴木宗男議員が、いましたね。ゴールデンウィーク中の、ロシア訪問を止められた、鈴木宗男議員が、今度は、ウクライナ側をブログで批判開始。またウクライナ側ばかりを、批判ですか。停戦に向けての相談や、話し合いなどへの模索は、もちろんしているでしょう。しかし相手は、侵略攻撃を仕掛けるような、国です。話し合いだけで、どうにかなる相手では、ないでしょう。反撃して侵略を止めなければ、なりません。一時的にロシア側に支配された、地域の住民はどうなりましたか？なぜウクライナ側ばかりを、批判するのでしょうか？同じぐらい、いや、侵略側には、それ以上に具体的な、厳しい批判が、あっても良いのでは、ないでしょうか？それがないことに、とてつもない、違和感を感じます。どうして、親ロシア派と思われる人って、国を守ってもらいたいという、意見を、勇ましいことを言うが、などで、切り捨てるのでしょうか？国を守ってもらいたいと思うことは、勇ましいとか関係ないと、思うのですが。と、まあ、今回は、こんな感じで、気になった人は、チャンネル登録お願いします。Twitter フォローなどもお待ちしております。それでは、また。